ちょっと時間かけてほしい。私は毎日でも大丈夫。ちょっと夜中寝てったら悪いみたいな。21です。同じです。ないです。6年目。私は2ヶ月前に別れたんで、そこからはいない。態度が冷たくて、私好きだったんですけど耐えられなくなっちゃって、そう、ダメです、別れちゃいます。でも常にずっとそんな感じだったんですけど、人前で話しかけた時にもう無なんですよ。スマホいじったりとか、そういうのがちょっと多かったんで、ずっと否認してくれなかった言いました。寝てる時とか起きたら好きって何でされてたとかないです。一回遊びに行ったことはあります。共通はなかったです。話しかけてくれたから、最近本当になんかみんな先輩とかも同じような立場の人いっぱいいて、そろそろこういうの無視してたらって彼氏できないのかもみたいな話してたから会ってみようってなって会ったんですけど、ちょっと電話して、ああ話はしやすいかなって。無理して笑って。てる感が出ちゃってたとか、相手がね、だからなんかだったら普通に笑わないで普通に話してくれてもいいのになって感じで、別に出ちゃってたんですよ、顔に。だからなんかどうしようみたいな、こっちはその後の会話がちょっとうまくできなかったんで、気まずくてちょっとダメでした。いらない靴下とかください。いや、もうつい最近来ました。なんならいらない下着、使わない下着とか靴下とかあったらください。靴下が2000円とかで1万超えとかしてた時に、その下着って、うん、もうだとしても気持ち悪すぎてあげる人いるのかなって思っちゃうぐらい。学生の時もなんか上履きくださいみたいなのありました。それは値段書いてなかったんですよ。初めて値段だから、そういうので今回電車は1回だけある。めっちゃ満員電車だったんですけど、その時にスマホをいじってるおじさんいて、スマホを普通に最初持ってたんですけど、口の部分に指置いてめっちゃこっちに来るんですよ。ってこういうことか、なんかスマホをこう持ってたのにこう持つんですよ。こう持ってなんか触ろうとしてくるんですよ。だから気持ち悪いと思って、友達がめっちゃかばってくれたからよかったんですけど、相手がその人と遊んだ後とかにまた会いたいって思って会っちゃったらダメだし、だからそれが友達感覚とか楽しかったってなって、大人数とかで遊ぶならまだいい、2人きりとかで会いたいなとかなっちゃったら終わりだと思う。隠し事したら浮気かなみたいな。決定的な証拠とかは全然ないんですけど、男の人と遊びに行くねって言って遊びに行ったんですけど、いつもは誰々来たとか言って写真とか撮ってくれるんですよ。でもその時写真とか全然全く送ってこなくて、でしかも朝まで連絡つかなくて、どうしたのって聞いたら家に友達泊めてたって言ってたんですけど、その人仕事の先輩だし、すごいフレンドリーな人じゃなかったんで、元彼が急に初めて遊んで泊めるような人でもないし、おかしいなって思って、あとポケモンカードつながりで仲良くなったって言ったんですけど、ポケモンカードした話全くしてなかったって、今思えばなんか隠してたのかなって。それはないです。彼氏に対して不満がすごいあって言えなくて、それを、まあ、女友達だったり男友達に相談してたんですけど、それでその男友達に相談してたっていうのをこっそり会って相談してたので、2人きりになって相談したから、それは良くなかったのかなって。前まですごい嫌だったんですよ、そういうの。
でもなんかそういうのが増えたって聞くからそれが普通なのかなって思ってどうなんだろうって感じですけど、あんましたくない。私はありだと思う。相性も大事かな、その人のムードの作り方が自分にとって嫌だなって思わなければ。愛情表現多いとめっちゃ、私は好きです。こちらは心配してくれたりしたら、私も同じで心配してくれたりとか、あとはそれこそちゃんと否認してくれるとか自分勝手じゃないと思います。匂い、柔軟剤の方が落ちてきます。でもドキドキするのは香水なんですよ。でもやっぱ落ち着く方がみんな好きだと思う。雰囲気ちょっと大人っぽい雰囲気、女の子に興味なさそうな人に惹かれちゃう。今は21だから、まあ、下はちょっと離れてるって感じなんですけど、全然5個上ぐらいですから多分大丈夫。人生を考えさせられちゃうから今後がってなります。私も下はないなって今思ってて、上は30とかまでなら私は人生考えちゃいます手つながるも全然手つながるまでハグなら遊ぶ頻度にもありますけど、何ヶ月とかかけて3回遊びましただったら3回目に行ってますけど、4回目とかだともう気持ちないのかなとは思ってます。私は2回以上なら多分連絡ずっとしてて初めて1回目行けると思うんで、でも1回目は実際会って楽しいから、その相性とか見て2回目から告白してます中3です。高2です。彼氏です。同じで彼氏です。スマホゲーム一緒になんかやってて、そこからなんかイチャイチャしてそうだね。私は映画見てて2人で家で、それで向こうが続いてきてそういう感じになります。服脱ぐのは抵抗あります、最初は。私は初めてめちゃくちゃ痛かった記憶があって、痛すぎて痛いって顔に出てたのが恥ずかしかったなって激しくすればいいもんじゃないかと思いますガシッとダメ。もうゆっくりゆっくりあれですよね、すぐ入れたくなっちゃう人とかいるじゃないですか。だからもうちょっと待った方がいいよって思います私は人気をもうちょっと時間かけて、でも20分ぐらい人気だけだったら20分、30分ぐらい。やってくれたし丁寧にやってくれたって感じ。全然構わない彼氏のこと好きだから、全然大丈夫。どっちもされたいけど、口が恥ずかしいって思っちゃう。恥ずかしい。強い感じやな、優しくはないのかなって。最後までとかじゃないです。家の前とか中学校の時だから一緒に帰ってきて家の前で話しててそうなっちゃった。育ちでお庭広いんですけどそこでそうなっちゃったから。私車きつかったです。大学の駐車場一回首つってたことあるんですけど、もう本当にやめとしました。今すぐやめてると思いました。絶対嫌だってわけじゃないけど、上は恥ずかしい。同じですすごいあれだけど、普通に正
とかだったら全然もう匂いとか嗅げちゃうんで大好きです。それバッグ、うん、一番、うん、奥まで当たるから。週一とかだったら全然それは OK だと思う。ビルシーさん、私は毎日でも大丈夫。考えるとそれをなんか自分でやってるのが気持ち悪いと思っちゃうんですよ。冷静に考えてなんかもうやばみたいな、自分やばくなってますよね。爪長いから良くないかなって勇気はないです。3とか一晩で5回。私は一晩とか2回ですけど、ちょっと夜中寝てったらあれみたいな、で3回っていう、うん、その日によりますよね。多分次の日とか休みだったら全然もう大丈夫です。私も次の日夜更かししてもよくいい日だったら何回でも、うん、2回まで、うん、経験ってどこまで、どれで経験ですか。入れたら1人ですかって感じです。そうしたらじゃあ1人、はい、それは一緒に気になってる人とお家とかでご飯食べてとかでそういう風になっちゃって手前までとかです。私が止めました。私がそれを嫌な人なんで、あんまり気持ちを分かってるんですよ相手は私の、けどじゃあそっちの答えはって無なんですよ。もう嫌だってなっちゃってでも多分あっちゃうんですよね。またでも多分ないんで、そういう気持ちはその次行って終わりかなって感じです。私はその元彼と別れた後に小学校で2年間好きだった子から連絡来ちゃって、そこですぐこっち行っちゃって、で多分寂しかった気持ちもあるんですけど行っちゃったから、その後に元彼にコロコロ変わるやつって思われちゃって、ちょっと後悔してます。なんか勢いで行っちゃったから。私はさっき話した彼氏の悩みを他の男の人に相談しちゃったっていうことが続きがあって、振るのも怖くて、相談聞いてくれた人優しいって思って好きになっちゃって、それ口実で振っちゃおうって思って好きな人できたって振り方をしたんですよ。急にその不満があった彼氏が浮気したって言われちゃって、大学の私の周りの友達とかいろんな人にそれ浮気したみたいに広められちゃって、そういう別れ方しなければよかったなって後悔してます最初はそれ聞いてそれはダメなんじゃないって怒られて、今会ってる男の人もすぐに会うのやめなって怒られたんですけど、まあでも周りその後別れてよかったねっていう言ってくれたんで、離れてた人はなかったんでよかった。チャンネル登録お願いします。